ボールルームダンス100年の歴史を彩るチャンピオンダンサー。彼らは時代を先取り、時代に求められ、時代を築いてきました。同時に彼らはダンス技術の継承者。普遍的なテクニックを忠実に表現し、次世代のチャンピオンへ伝統を伝えてきました。そして今、日本からその栄光の歴史に名前を刻もうとしている若きダンサーがいます。東大出身の統一全日本チャンピオン、庄司浩太、庄司並組。かつてのモダン大国日本復活の鍵を握る日本のエースです。彼らを指導するのは伝説のチャンピオン、毛塚哲夫、山本千恵子組。70年代にモダンラテンの両部門で全日本タイトルを独占。ボールルームダンスの本場イギリスで日本人ダンサーの成功を切り開いた毛塚組が、40年後の今、庄司組に注入する秘伝のテクニックとは。グレートチャンピオンから現代のチャンピオンへ、極上のレッスンが始まります。レッスンの朝、毛塚ダンスへやってきた庄司組。自転車で爽やかに登場です。おはようございます。おはようございます。私は全然自転車得意じゃないんですけど、タクシーにぶつかったりとか、あの八百屋のぬか漬けに足を突っ込んだりとか、あのいろんなことがあるんです。ちょっとこうフラフラフラって行った、帰り道がいつも狭い商店街を通るんですけど、車を避けようとしたら八百屋に突っ込んだことがあって、片足のぬか漬けにぐさって座って足突っ込んじゃって、運転は危ないです。学生時代からモデルとして活躍していた奈美さんと、東京大学競技ダンス部出身の浩太さん、デビュー10年で統一戦初優勝を飾り、真の全日本チャンピオンに輝きました。最高ですよね。嬉しいの気持ちだけですね。もう今はなんか何も考えられない感じ。やっと日本のチャンピオンですと、これで初めて言えるんで、世界ではスタートラインに立ったのかなっていう感じがしてます。連覇を狙った2011年大会、庄司組はライバル橋本組の猛追を受けます。5ラウンドの熱戦を制したのは橋本組。1種目差で庄司組を破りました。再びチャレンジャーとなった庄司組は、統一戦タイトル奪回へ動き出します。この1年間、カップル結成時からのコーチャー、毛塚山本組の下でベーシックからダンスを見つめ直してきました。おはようございます。毛塚哲夫、山本千恵子組は70年代のダンスブームに火をつけたグレートチャンピオン。日本人ダンサーの先駆者として長期イギリス留学を決行。ボールルームダンスの本場でダンスの真髄を追求し、全英選手権で6年連続決勝進出。パートナーの山本千恵子さんは世界選手権でボールルームクイーン賞を受賞しました。百戦錬磨の大ベテラン毛塚組、指導する庄司組の統一戦タイトル奪回をこう語ります。必ず勝てると私は少し信じてますね。信念、確固たる信念と自信と誇り、これを庄司組にね、特に男性はそういうものを意識して、もうフロアに立った出てくる時が違います。それはもう本当に立っただけで違います。もちろん男性が軸ですけれども、そこでやはり女性がどういう表現をするかによって形変わってしまいますからね。それが私は一番思いがあります。女性を鍛える、はい、よろしくお願いします。統一戦に向けてですね、またちょっと基本に立ち返ってレッスンをお願いしたいと思いますので、本当ベーシック的な動きとか、それから音楽的表現に関して、スローとタンゴでよろしくお願いいたします。わかりました、はい、よくわかりました、はい。
ちょっと単語なんですけど、ピクチャーポーズが連続するようなステップがあるんですね。でそのステップピクチャーとピクチャーの間のところがなんかこうプツプツ切れちゃうような感じがすごくして、ちょっとそのこのところを見ていただきたいんですけれども。わかりました、じゃあやってみましょうかね。今見た限りでは要するにウエイトの配分が遅い、はい、配分だから今これから説明するのはノーウエイト。今5ステップ、ターニング5ステップやったでしょ、はい、それでそのそこのターンからそのバックする時だけでもここにガクっていうこう乗る、だから乗るあれが見えちゃうの正直の、はい、そうじゃなくて前の足をまず引く、乗らないで引く、そう引く引く、そうノーウェイトっていうものをちょっとやりたい、はい、ね、だから今の一番最初ステップして、一番最初の、はい、T そこ乗ったでしょ、はい、乗ったでしょ今ね、今のそういうところからね、そういうところもそう今何やったの、ロンでしたね。こうロンでしたでしょ、そしたら今君のはね、はい、こう乗ってから下がる、これがまず遅いでしょ、これも乗らない、乗らない、これが早い、乗らない、どうぞ乗らないで引く、乗らないで、はい、前の足が引く、そうです、おお、引く、そうそうそう、ノーウェイト、はい、次右乗らない、乗らない、左が出る、え、乗らない、左が出る、そうです、お、分かった、はい、分かった、ちゃんとその方が分かったような、こう入ったでしょ、はい、こう乗るとこういうルーズさが出るでしょ、ロンでしました、バンとロンでしました、はい、ノーウェイト、シャッ、次これ乗らない、乗らない、ノーウェイ、左が出る、バン、だから隙がないでしょ全然、乗ったらたるみが出るの、こういう、はい、それがないようにする、はい、ターン、はい、ターン、そう、はい、ターン、次を乗らない、右、ターン、はい、次左、左、はい、これも乗らない、そう、左、乗らない、そう、乗らない、はい、次右、左、ごめん、そう、乗らない、いや、乗らない、はい、次抜いて、はい、左乗らない、はい、はい、そのまま右、今こうなったでしょ、こっち働くの、こう乗らない、こっちが働く、はい、こっちが働く、そう、次、次、はい、こう入った、乗らない、これが働く、これが働く、これが働く、そうとこっち乗ってるから、はい、それがこう入ってこう乗るともう、ダラダラ、そう、次、次も右が働く、右です、ダダンダダン、こういうこういう感じ、えよく言ったらそうに、こう入ったでしょ、ノーウェイでしょ、はい、こういう感じなの、ドラッグ、そういう感じなの、いや本当ジャンプはしないけど音立てるだけ、だからこう入ったらダッと入ったでしょ、ダダンってこうやって乗る、ダンダンダン、そういうこと、ダンダンダンってこういう乗るの、おそれがさグワッと乗るとグワッと、そうこっちの芯がなくなっちゃう、はい、あ右側がなくなるってことです、うんうんうん、はい、ダダンダダン、そう、それで乗るでしょ、それで乗るの最後、あれダダン乗る、そう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 、だからナミちゃんはランジこう入って、これもうちょっとここまで来てね、さっきの足の裏にいたでしょ、これ大きくこう水平になるから、はい、ビートッと胸が平らに、そのぐらいになってきれいよ、本当平らになる、そのぐらいになると外人の選手に勝って、ここに足、ここに足、せーのダン、あらごめんなさい、ごめんなさい、重いんですけど、はい、そうですね、こう入ったでしょ、せーの、ちょっと一人でやって、先に一人でやってごらん、こっからこう、いや、スキップっていうんじゃなくて君、研究こうつくでしょ、ターンダンってこうなる、ダンってこっちなのよ、これまだあるんだろ、こう入って、ナミちゃんのはさこうなるの、そうですね、やっぱり右に行こうとしちゃってます、いや、すごい、だからね
床に対してすっごいねプレスしてるってこと、うん、力じゃなくてね自分のウエイトが床からオフしてない抜けない、うん、そうはいはっきりこうやってごらん音叩いてごらん、はい、音ガクンってなるタンタタタン音がない音がないタンタタタンないでしょ音が本当にないよこう音叩いてまずナミちゃんこうこうでしょはいタンタ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 タンこっち不思議なクイックステップの時どうするの？あ、クイックのシャッセみたいです。これこっち行かないでしょ？行かないで。ああ。そうそうそう。ただ足が外れないの。あそこ足が外れない。だだだ。さあナミちゃん、せーの、はい。だだだん。すごい。しっかり大丈夫大丈夫。はい。だだだん。そう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 。はい。だだだん。オッケーオッケーオッケー少し。ディン、そう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 。なんできた。瞬発力が出ダン。瞬発力が出ね。全然違う。ちょっと違うね。瞬発力。なんかね。だからちょっとこうジャンプしてるみたいな感じだけれども、でもそんなにして見えないから、まあそれはね、はい、訓練してイメージ。だそういうところがナミちゃんね、はい、外国の女性っていうのはすごいボディしっかりして見えるの。女性日本の女性弱い。タラララダン。ここもそうです。そこもダン、あれダンってなったかね。そこも同じでしょ、正直。ターン、こっちが強い。ついてからこれだと違う。ダン、ダーンとこっち。左、そう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 。ダン、タン、ダン。左が強い。左が強く。左が強く。そう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 。あのハンジャンプしないでね。ジャンプして。左、強く。そう。今度反対やってごらん。反対ですか。右、タン。はい、左、左。はい。右。女子も同じことやってごらん。ターン、はい、あのね図が高い図が高い、あの、ね、スカートが長くて見えないのよね足がねもう最近スカートが長くて、まあいいや、はい、で反対がやってごらん反対の、いやそうじゃなくて、はい、入れ替え入れ替え、あ入れ替わり、ターン右よ、はい、遅くないですか、遅いでしょう、あーターン右、もっと強く、ナミちゃんもっと強く極端にやなさい極端に、タタンやばいやばい、ターン、はい左、はい右、はい左、右にもっと足出して、長い足してるのに短い、もっと、あのね、ナミちゃん、はい、こうなったでしょ、今ここにいるでしょ、いいですか、こっち動くよ、右寄って寄せてきた時に、これつく前に、これをつく前に、左なの、つく前に左、そうそうそう、つく前に右、右、そう、はい、つく前に左、はい、つく前に右、はい、左、はい、右、左、はい、右、はい、強くもっと、はい、足の寄り方よく見ててよ、こうなったでしょ、寄り方、これはダメでしょ、これ、寄り方ってこう寄るの、足首締めて、こう寄ってくる、わかる？わかる？そしたら次、パン、同時、次、こう寄ってくる、この足で、このこっちの足、こうやったら弱いね、こう寄ってくる、次、バーン、ディーバラン、あそうしよう、せーの、せーの、はい、ターン、はい、ラ、はい、ラ、はい、タラン、タラン、生きてる足がダダン、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 そう、はい、ダン、波のこっちは遅いんだから、はい、はい、遠じゃない、全部フラット、ダダン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 。はい、もう一回。ダン。自分でダダンって言ってごらん。ダダン。言うんだよ。聞こえない。ダダン。音が全然ない。喋るんじゃない。はい。ダダン。はい。ダダン。ダダンと落として、ダダン。言って。言うんだ。ダダン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 。力強く。ダダン。ダダン。ダダン。そう、少し早くなった。ダダン。ダダン。ダダン。ちょっと。ダダン。はい、仲間。ダダンダダンディディンディディン、お腹に近いで、ダダン声出して、ダダン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 ダンダン、ちょっと疲れるぐらいやる、はい、それでに、いや後半の方がずっといいでしょ、そうですね、そうそういう足の変化がねできないと単語は絶対つらい、鉄道先生ダン、はい、ダダンダン、タラン、
ティアンタスタお全然違う、おお全然違う最初のとはね音が違う、はい、今のがまだ身が詰まってる、はい、あそうですね、ね、今できなくてもそれはすぐその一発でできないから、はい、トライして何回もそういうイメージ持たないと、はい、単語のイメージね、はい、画面右がノーウェイトを実践した単語、下半身の強さが上半身に伝わりより緩急のある動きを作り出します。やっぱり下半身から来るものが最終的には見えてくるっていうことはやっぱり改めてよく分かりました。あれそうですね今なんかもうぼーっとしちゃって今もう頭の中がダダンダダンでいっぱいになってすいません。そうですね、もうでもやっぱり下から全部作られてるんだなと思いますね。さっきもこう大きなラインを出すときに足元のその床へのコネクションと、なんだろう、その乗ってないけどピタッと床に吸い付いてるみたいなものが上のラインの安定性につながってるんだなと思いますね。ありがとうございました。あのボディーウェイトがもう間がその足のちょっとしたあの歌舞伎によく似てるんですよね。歌舞伎の間っていうか剣道とかこうやっぱり間があるじゃないですか。あ、単語ってすごくそれにね近いと思いますね。呼吸、うん、ちょっとそれがシャープにできた時はすごい快感なんですよ。もう本当に気持ちがいいんです。迫力出るし顔つきも変わるし、どんな人がそばに来ても絶対確固たる自信持って踊れるんです、単語は、うん。お知らせの後は手塚哲夫先生のスローフォックストロットレッスン、ノーウェイトの世界を追求します。まず私たちが行ってた頃ってポンドが800円、1ポンド800円、今130円ですよね、行けますよね。でまずお金がな ない、それと食べるものがな ない、ね、踊りは踊れない、英語はわからない、もう50句ぐらいですからね。ホームスクール大体書いてないです。もううちすぐ書いて日本に書いてある、そういう時代でしたから、もう泣きの涙でやってて、これダンス上手くならなかったら来た意味がないと、こんなに日本にいれば楽なのにわざわざここまで来て大変な思いして、ダンス上手くならなかったらもう話にならないと思ってみんな頑張ってた、ね、あの頃の人はね。多分今はちょっとあのなんだろう、裕福、いろんな意味でもうちょっと孤独にならないとダメ。いつもこれみんなで我々先輩同士が今の後輩に対して何が違うんだろうっていうのはやはりやっぱり孤独じゃない、私たちすごい孤独でしたね。踊れなくて二人でね吸ったもんだ悩んでる時に、ね、恥かきましたよ。 でもやるしかなかったからね、もうとにかくやるともうそれは日本人と異国人は毒が違うとか触ってくれなんて言ったら、あーちいこさんだけど私は嫌だ男触りたくないとか言いながら教えてくれましたよ。非常に親切にね食いついていったから、そうするとねやっぱり向こうのコーチや審査員の態度変わってきますよ、うん、悩んで苦しんでお前そっち行ったら崖落っこっちゃうよと、もっとこっちだよとかってね、すごい温かいものを感じて、うん、人間関係が生まれてきますと、そこまでいかないでしょ、ちょっと行って習って教育会出て帰ってくる、何が本物かわからないです。ボールルームダンス5種目の中で最もイギリス人が誇りにしている種目と言われるスローフォックストロット、この種目を得意としていた庄司組でしたが、2011年の統一戦では橋本組に1位を譲ってしまいました。庄司組にとって統一戦タイトル奪回の大きなポイントとなるスローフォックストロットが後半のレッスン種目です。フォックストロットの、はい、ベーシックに関して少し音楽的な表現を、はい、含めてお願いしたいと思います。はい、あの要求でございます要求のね、よろしく、はい、分かりました。じゃあちょっと踊ってみてください。はい、ね、thank you.
はい、先ほども言いましたようにもうスローフォックストロットっていうのは本当に今の基本からねきちんとマスターしていかなければいけない、まあ、そういう中でやはり一番大事なことは、まあ、正しい立ち方とか正しい足の動作だとか正しいスイングの仕方だとか、はい、こういったものが一番大事だと思いますね。まあ、今踊ってるのを見たんですけどもやっぱり立ち方はとっても綺麗ですね。もうこう見てて本当にいい一番日本人としては体型が骨盤が前についてるからどうしてもまっすぐ立つとこうやって立っちゃうんですね。でこうやって立った時はすごいもう女子一言でどうですか、違和感感じます、苦しいです、苦しいんです。で本当に体型的に日本人の場合は腸が12メーターあって医学的に外国人の場合は8メーターって言われてるんですね。肉食とその草食の違いなんですけど栄養分とそうするとどうしても骨盤こういうふうに発達してるんです。まっすぐ立ちなさい、スタンドストレートっていうためにスタンドストレートこうしたらとんでもない、非常に柔らかい。それでここでまず組み方スタンスということで一番大事なことが1点、その次に正しい足の動作ってた時に普通に見ますと、まあ、せっかくこれできていてもちょっと見てスローって出るとねこの後ろの足がとにかく早くね、うん、全部早く足が行き過ぎちゃう、バックバランスって言われるんです。で一番大事なことは正しいレッグアクションっていうのは一歩出たら必ず後ろ足はピックアップに行って膝をちょっと持ち上げる拾い上げるようにしてトーです、ボールです、まあフラットヒールになるんですけどヒールなんです。でここのねみんなこうやったらベタベタ足ついちゃうのが早すぎてタイミングが短い、ノーウェイトにしといて足から足の間で空間から空間っていうか空間の動きを作っていくわけね、こう空想う、ね、次もこうノーウェイトにしといてねこう乗っちゃうの、オンしないの、そこまでの間が、ね、そう長いですね、乗らない乗らない、乗らないちょっと引いて乗らない乗らないの、そうそしてずっとこうやったらそしたらこの次はこっち乗らないであげてぐーっと上げたらそれ乗らないんです、足開いたね、はい、ここ乗らないの、こっちもここから通過、ここの言葉は通過通過スーツ垂らしたら乗らない乗らない、はい、次も乗らない、出して伸ばして乗らない、それから入ってきれいきれい、はい、ズドンと入ったら、はい、次乗らないで開いて、はい、伸ばして、それからさらに通過、今よかった通過、そしたら次ズドンと乗らない開いて開いてさらにグーッと開いて、それで乗らないで、はい、これ通過の、これ乗ってないんだよ、乗らないで通過、そうあだけどこれはこうです、ね、足の上にいないの、はい、足の上にいないの、ない骨盤がもう遠くに、ここもじゃあ下がって、はいはいねはい、そしたらこう開けよ、遅いんだよ、こう開けよ、ここは邪魔、ここそうそう、はい、そのぐらい、はい、開け、はい、戻らない、戻らない、開け、もう開け、開け、開け、おいいです、いいです、いいです、いいです。あ、今少し軽い。素晴らしい。ここね、セメントみたいなの、はい、ウエイトをもう、ピックアップに登るいいです。その方が塔にいるってこと。そう、今、もう軽いけど、どっちも乗ってない。どっちも乗ってない。どっちも乗ってない。開け、どっちも乗ってない。どっちも乗らない。軽い立つか。乗らない。乗らない状態が安定して静かな感じはするんですけど下半身はものすごい忙しいんだなという感じがありました、うん、なんかやっぱ体って使えば使うほど反応してなんかどこまでも動いてくれるんだなっていうのをすごく感じるんで今日のレッスンみたいに自分が思ってるところ以上のところも感覚としてそこで足出ないみたいなところで足がヒュッと出れたりとかすごくそう発見があるから面白いですね。そういうところをちょっともっともっともっと自分でできるところを増やしていきたいです。はい、ごめんごめん、はい、上座行っちゃうよ、いいよ、yes. ボールルームダンスの技術と英知が詰まっている師匠毛塚組のダンス、ね okay. グレートチャンピオンから伝授されたテクニックを学び取り
庄司組は統一戦に向かいます。今年はですね、まあ、昨年残念な結果だったんで必ず、チャンピオン奪回に、めがけて、一生懸命頑張ってます。本当に、まあ、今までやってきたことに自信を持って、臨みたいと思いますが、まだまだ時間がありますのでもっともっと新しい、発見をして、でまた基本に振り返って、今までやってきたこと、自信を持って充実に競技会で再現できるように一生懸命練習したいと思います。はい、そうですね、もうちょっと気持ちを強く持って絶対優勝という気持ちで毎日練習したいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、頑張って練習してきます。言われたこと練習してくださいよ。はい、どうも。さよなら。さよなら。さあ、できるか。頑張ってそうね、やっぱり、うん、まだこれからもレッスンもやるしね、うん、大丈夫だって、ああいう感じで必死になってやるとね、まあ天野くんもそんなこと昔思い出すんですけど、我々もあるけども、どこでどうね素晴らしい、ね、結果が出るかっていうのは大丈夫ですよ、ね、楽しみに、うん、楽しみに、はい、信じてます勝ちます